聞く、うん、聞く聞く、せっかくだもん。ショパンなどに聞かせるのちょっと見てないですか、そんなもん。何言ってるんですか。落差が大きい。落差が、あのね、田中マー君が投げた後に自分が投げたくないっていうのも、いやいや、それ意識する方がおかしいんですよって話だから、いいんです、そんなの。耳キーってなるよ、肯定されすぎて、肯定されすぎて。反省しきってないから、はいはい、後半、はい、額が空いてます、はい、これも補聴器。
どうしたのどうしたの、みかん部分、あの辺ちょっとまだできてないんで。すごい長いの作ってんだね、ちゃんと。ちょっと積み込みすぎですね。ね、14年分のいろいろ言いたい、あのね、なんか作るっていうのがちょっと書いてあるけど、いろいろ気づいて言いたいことあるじゃない、生きてるね、うん、それを要は直接言っても身も蓋もないから、うん、作品に託すわけですよね。はい、はい、そうですね。それ14年間僕できなかったんですよ、いろいろあって。はいはいはい。で14年分の本がもう出ちゃってどうしようもないのね。でちょっと詰め込みすぎになっちゃってるの、あれで、もうどうしようもない、もうちょっとどうにもなんないんで、一回あれで出し切って、うん、この次のやつもうちょっと掲載整えられる。出しすぎない方がいいとは思いますけども、うん、出しすぎです。じゃないとあの広島航空局みたいなのでわけわかんないもん、長くなっちゃうからな。やりすぎですね、うん、もうどうしようもない、うん、でも出てくるのも分かるんでね、やりだすとね、うん、だってそういうのがエネルギーだからね、創作の。でもこれはやっぱり嬉しかったね、14年、うん、もう彼女のためにっていうのは結婚する前からずっと思ってる、一曲作ろう。で広島に師匠がいて、その人にはだいぶ相談してたんだけど、うん、全然できなかったよ、もう少年できない時は。それがもうすごいね、一気に出てきちゃったんで、もういいじゃないですか、ハードも聞かなかった。いいじゃないですか、お恥ずかしいこと。いえ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 、すごい。もしかしたらあの弾けない感じの和音があるかも、一部ね、うん、うん、それはあるかもしれない、見てみないと分からない。あれもだから全部、うん、あの冒頭のラドレソシドっていうあの主題の全部バリエーションでできる。言ってたもんね、バリエーションにするって、ね、西洋音楽は全部バリエーションですね、基本的に。関係ない主題は出てこないです。出すとすれば意図的にやってることでね。西洋音楽は主題と展開全てですね、そのだけ。まあオペラもそうです。ちょっと途中にあの現代っぽいところに多分弾けない音があると思うんだけど、あそこはその冒頭の主題の音を全部縦に3つ並べて、その配置を変えてるだけで 6連続で音出してるんだけどね、16分音符で。弾けない場合はそれはピアノに振ればいいかなと思って。うーん、すごい。であの主題冒頭四分の三でやってるんだけど、途中でテンポ早くバンバンバババババってところでテンポ早くところで四分の四になってる曲が。で最後にもう一回あの主題同じ形で出てくるんだけど、あれはあの音符を半分の長さにして四分の四のまま同じ主題を再現して。なんか意味があるんですか。意味があるわけじゃないけど、そういうところにだから音楽と数学の関連性って濃いわけですよ。数学的な、アイデアがないとそれできないことでしょ。まあね、数式だって言った人がいいからね、使うほど。四分の三のフレーズを二分音符で書いてれば、うん、次をそれを四分音符の符点にすれば四分の四で同じ音符。その辺に、まあ、相似系というか、うん、相似系ですね、うん、そうですそうそうそうでしょ、そう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 。でも音楽的には四分の三と四分の四って一番遠い関係にあるんで、うん、よく聞いてると同じフレーズなのに四分の四になってる違和感っていうのは出るはずなんですけどね、うん、当然リズムもだから冒頭ワルツにしてるけど、アートのとこはちゃんと四分の四で刻んでるから分かりやすいように。面白いな。楽曲する人もそうだし演奏する人もそうだけど、うん、どのアプローチから来るかによって違うんだろうし、うん、同じアプローチでも元が違ったりするんだろうし、同じアプローチが聞いた感じね、うん、本当は違うのかもしれないんだけど、ね、アンセルミとか数学者だからね。そうですね、うん、シノーポリは医学者だから、お医者さんだし、うんうん、そっちから来るっていうのはすごい効果が分かるね。多いですね、うん、多いです、うん、あと法律の方から来るの、なぜ法律の方から来るのか分かんないけど法律から来るって人も多い。意外といますよね。いや意外という法律から、おそらくいいとこのボンだから法律家になれって言われるんだけど、嫌だ俺は音楽家になるんだって言ってるパラだなという気がするんだけどね、それは、うん、基本的にいいとこのボンじゃないと法律家になれないんですか。いいとこのボンは親が法律家になれって言うんだよ、うん、法律家になれないんじゃなくて、でもいいとこのボンじゃないと基本的に音楽家にはなれないから、うんうん、
これは本当です。ほとんどそうでない人っていうのはいないんで。だってお金かかるもん、うん、そう。だからそういうその、そういう筋で来なかった人っていうのはいるんですけどね、何人か、うん、例外的に、うん、おぉ、やっぱこうなってる。ミキさんの電池どうなったんですか、それ。まだ電池ないんですか。電池ないですもんね、これもね。買えないんですか。お金がない、買えない。高いんですか。高いよ、だって今のやつは。そうなんだ、何これ高いじゃん。スマホの電池高いんだって。高いっていうか、僕のスマホでもかなり早い方なんで、電池なくなるの早いんですよ。今なんか、シャープがやってるイグゾーとか、めちゃめちゃ3日間充電しなくていいとか信じられないですもん。そうなんだ、あなたもシャープしたらじゃあ。シャープ？シャープが一番持ちますよ、電池はね。もうそれが売りだから、シャープは。あら。3日間持ったら、ガラケー並み。うん、すごいよ。俺なんか1日2回充電しないとダメなの。そんな、うん、そう。もうだ、でもそれ買ってどれぐらいですか。2年、2年ちょっと。だからもう最初の頃 2年経ったらそんなんでしょ、うん、もうね、それはもう全然ダメですよ。どうぞ使ってください、はい、どこがいいですか。適当に。こっちにもありますよね。こっちにもありますよ。こっちこっち。そこにあるやつ。こんなんでよければ。すみません、すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんね、ほっときます。うん、よいしょ。美味しい、これすっごい。美味しいですか。うん、これすっごい美味しい。今日も私は2品しか作ってません、これともう1品しか。すっごい美味しい、これグアムって何があるんですか、見るとこ。何もないです。何もないんです。何もない。観光はほとんど旧日本軍的なものしかないんですよ。うーん、それを観光して面白いかどうかっていう話はまた別で、そうすると結局マリンスポーツ系になって、うん、できますよね。うん、でマリンスポーツの観光の最一番分かりやすいというか典型的なのが潜水艦ですね。潜水艦乗って魚を見る。へー、うん、でも今回それはもうしなかったです。うん、でシュノーケリングっていうか、ホテルの前にあるビーチってのは基本的にプライベートビーチなんですよ、全部。ホテルの人間しか行かないんですね、やっぱり。うん、で、ビーチいっぱいあるんで、うん。で、泊まったホテルの前のビーチのところで、必ずそうなんですけど、ハワイもそうなんですけど、沖の方に波打ち際があって、ホテルの上から見ると、波がバサーって来てるのは、この砂浜までじゃなくて、その向こう側になんかこう、ゴツゴツと石みたいなのが並んでるような波打ち際があるんですよ。要はそこでラグーンっていうか作ってるんですよね。うん、うん、そこでせき止めてて、ある程度で、その中で内海、本当にこの外海の波が来ない。だからガムなんて外海、太平洋の真ん中にあるから、うん、本当にラグーンを作らなければ波にさらわれちゃうわけですよ、子供が。おっかないですよね、水難事故とか起こったら。だからそういうふうに外海を遮断するようなところを作って、そこで波がザバ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 あって、でそこから中は非常に穏やかな海なんです。これ裏を返すと穏やかな海なんで、そこには生き物ほとんどいないんですよ。だからその海底のそのお魚とかを見ようと思うと、その波打ち際のところまで行かなきゃダメなんですね。うん、うん、でカヌーボートを貸してくれてて、ただで、うん、でライフジャケットつけるんだけど、カヌーでそこまで漕いで行って、でそこまた浅くなってますから、うん、こうつけると
魚いっぱい見ます。そこまで行くと、うん、それをまあ子供たちと一緒にやって、まあだからガムとか、ガムの本当にいいところっていうのはもうそれがこう安易にできる、うん、ハワイはもっとね、ハワイの土着の文化もあるし、うん、日本がどうこうっていうのもあるけども、もともとあそこはミクロネシアっていうか、なんだ、なんとかポリネシアっていうんですけど、チャモロ族の固有の文化があるんで、でもガムにはそんなものないですから。あったのかもしれないけど、もうアメリカと日本がむちゃくちゃにしちゃったんで、ないです。うん、そうなんだ、うん、食べ物は美味しいですか？基本的にアメリカの植民地ですから、ほぼ、うん、アメリカの食い物ですよね。すげえまずい国に比べれば食いますけど、うん、脂っこいです。要はあんなもんずっと食ってたら絶対糖尿かおかしいことになるっていう、うん、ハワイに近いですね。すっげえまずい国っていうのはどこですか？今まで行った国の中で一番まずかったのはイギリスですね、やっぱり、うん、これはもう言語道断ですね。うん、言語道断のまずさはイギリス、うん、あんまりまずい国って僕行ってないですけど、あとね、ウィーン、ドイツ、ドイツ県まずいです。はい、ドイツ県まずいです。はあ、うん、ドイツってソーセージとビール以外何があるんですか？ないです。ないんだ、はい、だからイタリア人にバカされたんですよ、うん、ドイツイタリア連合軍だけど、ドイツ兵が作ってるのは餌だったんですよね、イタリア兵が。わかる、すごいわかる。何が一番よくわかるかっていうと、イタリアに夏とか言うでしょ、向こうバカンスが2ヶ月なわけですよ、うん、それでバカなんだ。いえそうじゃない、そうじゃない全部だからヨーロッパ2ヶ月。あ、そうなの？2ヶ月もあるんですか？そうですよ。いいなぁ。そうですよ、日本が働きすぎなんです。アメリカそんなないですけど、もう1ヶ月ぐらいはバカンスされますね。で、そのやるカルロス・ゴーンだとか、例えばなんだ、なんとかザッカーバーグだとか、要はその、有名人いますよね、向こうの経営の。1ヶ月とか2ヶ月バカンス取らないですよ。1ヶ月2ヶ月バカンス取らない普通の人です、うん、だからビジネスエリートは全然働いてます。日本人以上に働いてる、向こうは。うん、極端なの。でもほとんどマジョリティの人たちはお金をよほど持ってない人以外は2ヶ月バカンスですよ。お金あんまり関係ないです。うん、別にバカンスとんのにお金かかんないんで、日本と違って。うん、でね、向こう陸地つながりじゃないですか。お手入れに行くとよくわかるんですけど、バカンスの時期にイタリア行くと観光客いっぱいいるんですよ。いわゆるそのアウトバーンで、あ、高速道路ね、うん、何百キロ飛ばしてもいいアウトバーンでドイツからイタリアまで来るわけですよ。自分自家用車で時速200キロぐらいで来ると一気に来れるわけですから、夜出て朝もうイタリアね。で、そういうところでね、ツーリストメニューっていうのがあるんですよ、うん、その書いてありますよ、ちゃんとツーリストメニューって。で、ランチ例えば15ユーロとかちょっと安めになってるんですよ。イタリア人食わないですね、食わない、聞いてると大体ドイツ人食ってる、わかる。で、それをイタリアの球児が出してるんだけど、なんかここら辺に薄ら笑いをしながら、ちょっと小バカにして出してる風がある。そうなの、お前らはこの餌食っとけぐらいの、うん、あれすごくよくわかる。なぜかツーリストメニューを僕も初めイタリア行った時わかんないから食べたんですよ。なんだこれ、これお前カプリチョーザのうまくねえかって思うわけですよ。日本でそれなりに美味しいから、うん、で、同じ店で夜にアラカルトで食べるでしょ、全く違うものが出るの。そうなんだ、やっぱ完全に小バカにしてるんだ。そう、あ、これは餌作ってんだっていう。で、ドイツの奴らはこれでも食ってろっていう感じなのね。うん、すごい根深くあるよ、それが。そう、うん、だからツーリストメニューって言った瞬間に、うん、あ、はい、どうぞってこうなる。そういうね、ドイツ人は味音痴でイタリアがグルメでとかいう違いってなんでできるんですかね。これはもう環境の違いですよ。環境の違いです。やっぱりそれを食って育ってるかどうか。あいつら芋しか食ってねえみたいなことイタリア人は言うわけですよ。うん、それはもともと芋しか取れなかったんですか。そうですよ、やっぱり、うん、食材がまず海のものが取れない、陸地だから、うん、で、ハンブルグとかその海の方言うと北だから、うん、結局その青身魚のこう塩漬け油漬けになっちゃうわけですよ。これ食えたもんじゃないです、僕ドイツって食ってたんですけど。朝食でね、いいよホテルに行くと朝食バイキングなんですよ。例えばヒルトン、ベルリンヒルトンって泊まったのもあるんですけど、まだ東西の壁がある頃のね、西ベルリンのアメリカのホテルなんで、
アメリカンブレックファーストですから、要はそのビュッフェスタイルですよ。でも食材は全部ドイツの食材ですよ、ほとんどね。でニシンの酢漬けとか食えない、辛いのと酸っぱいのとで。へー、そうじゃないと持たないし、生臭いし、魚そのものが。だからそのイタリアのようにペスカトーレがあるとかっていう、こういうものが作りようがないし、うん、どれがいいんですか、うん、本当に。え、なんすか、うん、どれか、どれでも好きな。でこれなんなんすか、そもそも。ちょっとパッケージ変わってるけどね、なんか俺は隠し酒とか言ってるのが、なんか原酒がないから、ちょっとこれは癖がありますね。うん、これはあの前伏見で行ったでしょ。はいはいはい、あそこ飲んでたこれ、いやあそこに切らしてたんだけど、ああこれ飲みたい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 、これが一番オーソドックス。蓬莱、蓬莱飲みたい、これすごい飲みたい、これがいい。じゃあそれでいいですか。いいっす、開けるのはこれにしてください、はい、これすごい飲みたい。あの時に飲もうと思って飲めなかったやつでしょ、うん、飲みたい飲みたい。そのね、伏見の店行こうよ、3人で。行きたい行きたい、めちゃくちゃいいよあの店は、うん、行きたい、もう一回行きたい。あそこ俺あれはいいわ、あんなバカみたいに混んでない時に行きたい。食い物もうまいし、飲み物もうまいし。安いんですか。そんな高くないよね、あの飛騨の店でしょ。そう、あれはさっきうまそうだった、あれ。だから伏見でそれないって言ってみて。あ、あれか、うん、あそこ行きたい俺。あそこが一番好きだな、あの中で、行った中で。そうですね、うん、あそこが一番いい。聞きたけのお店もあれあれでいいんだけど、うん、あれは本当に聞きだけの店だからな、うん、まあ、あそこに行く前にちょっと寄って舌を湿らせてから行くっていうのはありだけど、あそこはそもそも飲み屋さんでもなければ落ち着くところでもなくて、うん、京都でさ、渡辺酒造の酒を置いてるところってちょっと考えられないでしょ。あ、この飛騨の酒、うん、うん、だって古川もね、そう、あれは信じられないよね。2ですね、そこの店は。おばあちゃんも2だって言ってたよ、彼を見て。なんだお前って、お互いがなんだお前って。なんだお前、なんだこれやろ。やっぱり知る人と知るな、うん、ミキさん、でもね、山のもの、海のもの取れてね、新鮮でね、食材はいいのにね、食文化すごくダメな県とかありますよ。愛媛県とか、あのね、うん、よくわかんないんですけど、今日も朝テレビでね、うん、ラーメン特集っていうのやってたんですよ、ね、で、お取り寄せラーメンで、うん、愛媛県のタイラーメンっていうのが出てたんですよ、うん、美味しそうでしたよ。美味しくないんだ、すごかったよ、タイが入ってて。タイ入ってるよ、一回知ってないんだもん。で、そう、あの、そういうね、加工食品全くダメなの、あそこ。そう、うん、食材良くても全然活かしきれないんですよ。ダメじゃん、もうみんなとかって、うん、だってラーメンの中に普通チャーシューとかじゃん、うん、タイがおかしがドーン入ってて、タイの出汁が効いてるラーメンらしい、うん、どうも、スタジオによると。それよくあるんだけど、うん、ダメなの。あのね、でもセンスでしょ、素材良くたって。素材を生かすか殺すかってあるじゃない、はいはい、誰が料理してもそれで生かすわけじゃないでしょ、はい。で、愛媛って確かに素材いいんですよ。そうだけど、愛媛の人はセンス悪いの。そう、ほんとびっくりしちゃうの、うん、いや、あのね、彼がね、ずっとそうやって言ってるからね。いや、俺も、いや、俺もそう思うんだよ。今だそう思ってんだよ、ね、行ったりとか、うん、まあ、お母さん送ってきたりするじゃないですか。もう、まさにこれなんですよ、ほんとびっくりしちゃう。まさにそうなんだ、まあ、いいっすよ、全然いいっすよ、ね、はい、そう、うん、ラーメンが甘いんだもん。え、ラーメンが甘いの。なんか何でも薄ら甘いんですよ、味付けがね、うん、薄ら甘いので、甘いくても美味しいものってあるじゃないですか、うん、甘いですけどもね、うん、そうじゃなくて、なんって言ったら、なんかベターっとした甘さなんですよ、うん、輪郭がなくてね、輪郭がなくて薄味なんだけど甘くて後に残るみたいな、うん、コントラストにかけるんだめちゃくちゃ言うてまんな。いや、でも本当なんだもん、うん、だって私もそう思ったの、ほんまかいなと思ったけど本当だったんですよ。俺一回愛媛行ったことあるけど全然覚えてないな、そういう印象がないんだけど。まあ、愛媛で食べるもんも大したことないけど、うん、特にそういう加工食品系ダメだよね、あそこ。まあね、ああいうとこ行くと、ああいうとこ行くと刺身ばっかり食ってからそういうふうに思わなかったんだけど、刺身のお醤油もそうなんでしょ、だから結局そういうことになると。醤油でも前使って、あのいいやつもあるけどね、あの甘くて美味しいやつもあるんだけど、まあ、
そうなんですか、うん、職運が低いよね、レベルが。レベル低い、びっくりした。その通りで、素材が、悪いところでいい飯っていうのはほぼ作れないんですけど、うん、素材がいいからって言って、じゃあうまい飯ができるかって、そのところかけてもない、うん、そうそうそう、これもわかるんですよ。そうそうそう、うん、だって逆に高山なんてどっちかというと恵まれてない方ですよ、うん、あの山間部でしかも寒くて。そうですね。だけどこんだけ食文化がいいので、うん、あの恵まれてないところはそもそもスキルが上がるんですよ。京都もそうですけど、もともと物流に恵まれなかったんでスキル上げるしかなかったんですよね、うん、パリと京都に似てますね、この辺ね。だから似るんだよ、うんうん、で今は物流が完璧になっちゃったからもうとんでもないことになるわけよ、うん、で英明がそうだと言わないけども、物流の恩恵を被る必要ないところはスキル上がんないですよ、そりゃ、うん、うん、絶対上がんない、必要ないの。お前その辺にあるお前ね、島味かなんかね、切って醤油かけて飯でかっこのけって終わりだからね、うん、そうそうそう、うん、そういうこと。うん、愛媛ってお米も美味しいんですよ。そう、うん、だけど全然知られてないですね、うんうん、なんであれ売り込まないのかなと思う。パサッとしてて美味しいの。だってポンジュースの国でオレンジのイメージあるけど、米のイメージないね。でしょ、うん、しかも、あのみかんあんまり作ってないでしょ。みかんも今作ってない。え、何それ作ってないよ。そうなの。うん、採算合わないから、キウイに今流れてる。へぇ、あと、あのタオルっていうのはどうなんですか。あ、今バリタオルね、うん、うん、まあ、ありますね。いいんですか、やっぱり。いいいいって聞くけど、あれ買ったやつは良かったね、ハンカチ、うんうん、すごいいいって聞く、あのタオルは。いいらしい、なんかね、うん、中国のお土産食らって、それでやっぱり本当にいいものしたんでしょ、クオリティで勝負しようってなって、うん、それからはいいみたいな。そう、すごいいいって聞く。前は良かったよね。今までのタオルはすごいいいって聞く、うん、いいみたい。うん、買い始めだなと思う。愛媛でもね、まあ、今治ちょっと違うんだけど、まあ、今治まだね、愛媛でもね、あの南洋、東洋、西洋って3つの分かれるんですよ。中洋、南洋、東洋とね、うん、3つに分かれるんですよ、地域が、うん、中央って松山のあたりなんだけど、うん、南洋って言って、あの宇和島とか、はいはいはい、あっちの方が文化度高いです。うーん、ほぼ文化的には高知。うーん、宇和島高知だもんね。うん、ほぼ高知、うんうんうん、文化的にはね。司馬遼太郎がそこ住んでるでしょ、すぐ東大阪のところ、はいはいはい、で宇和島好きでよく愛媛行ったらしいんだけど、うん、松山素通りでね全然降りなかったって有名で、空港でタクシー乗っちゃって、はい、まあ、宇和島で降りないんだって。松山ってなんか降りるのも嫌な感じだもん、うんうん、そうなの、あの空気がね、うん、それでリサちゃんも言ってたんですよ。お、言ってないから分かんないね。空気がなんかもやっとしててね、うんうん、嫌な感じなんですよ。でなんか不戦闘で、あの洗い場でね、人の泡とかがかかるようなところでね、で人が寝てるって言うんですよ、彼がね、うん、ほんまかいなと思ったらミサちゃんが言ってるんですよ、うん、私も言ったらそうだったとか言って、床に寝てる人がダメじゃん、それ、うん、それ絶対ダメです。美味しい、美味しいでしょ、うん、美味しい。全然ダメじゃん、それ。ジュチ好きだもんね、僕の肉餃子。大好き、大好き、肉餃子じゃねえや、肉じゃが。うん、だからさ、あの上七軒行った時にちょっと言ったけどさ、うん、あっちから京都って見ると、ほんと眩しくてね。言ってたね。いや、ほんと。だから、ここに行って京都、まあそ、僕は京都好きだからいいんだけど、うん、あそこ行くでしょ、上津県。で、今、松山が来たと思ってね、もう、ちょっと涙出てくるね。あ、そう。それくらい、こう、眩しいよね、京都って、あそこから見ると。東京じゃないの、京都だ、眩しいのは。あ、そう。うん。東京はまたビジネスだからね、ちょっと違う、ね。大阪とかはね。あの、も連れてってあげたけどね、本当にね、彼女、うん、伊藤線なんかも連れてってあげたね。ああ、伊藤線いいですね、うん、安いし。安いし、美味しいし。伊藤線ってどこ？キャビスケの、ね、中華。行ったじゃん。あ、行ったな。ああ、行った。中田さんと行ったよ。そういえば。よかった、よかった。うん、そうだ、そうか、そうか、そうか。行った。行きましたよ、伊藤線。そうだよ。あの時もなんかいっぱい悪口言われてるんだけど、これ。そうだ、行ってる。よかった、よかった。で松山がまだね、うん、ものすごい野暮なんですよ。そう、野暮だよな、うん、行きとかね、洗練って全然ないんですよ、うん、で京都がやっぱりほら洗練の都市じゃないですか。そのギャップがね、いいか悪いかともかくね、うん、あそこまで行くとそのギャップがすごい。俺は嫌なんだけどね、あれすっごい嫌なんだけど、だ松山の野暮の中から見てると京都がね、もうね、本当野暮はないよ、うん、少なくとも京都は、うん、この洗練に裏の裏の裏はやっぱ裏みたいな話だからさ、うん
まあそこまで行くとまたねあるけどね、裏の裏の裏は裏かやっぱりっていう。だから松山が見てるとね、ほんとね、ほんと眩しいんだから、もう重鎮の男ぐらい眩しいんだから。なんか昔懐かしいを勘違いしてるね、あっちの人。そう、あっちのキーワードがね、昔ながらのなの。昔ながらのはみんな好きなの。あ、そうで、うん、レトロとかで要はああいうのが好きなんだけど、うん、そのレトロが、はいはい、レトロって今あちこちあるじゃないですか。ありますね、はい、レトロはね、もうやぼったいんですよ、そもそもがね。大正とかまで行っちゃうとレトロなんだろうけど、はい、あの人たちのね基準がどうもね昭和20年代ぐらいになるわけね。はあ、何だか知らないけど昭和20年代のレトロ、うん、20年と30年代あの辺あるわけよ。はあ、はあ、はい。だから三丁目の夕日かなんかあの辺にあるわけよ。はいはいはい。だからものすごいやぼなのだからラーメンもみんなそうなの。鍋で、ああ昔ながらの白そばだなっつって、うまいとか言わないんだよね。昔ながらの味だなっつって喜ぶのね。だってあのお菓子の包み方とかもそうだもんね。何これ、このやぼったい包み方みたいな。やぼったい包み方、どういう包み方のことやぼったいっていうの。なんて言ったらいい、なんかこうこうなんていうのかさ、ビニールのこうラップみたいなのでまんじゅう包んでこうペタッとしてるじゃないですか。あれのなんかあれもいつの時代みたいな。ちょ、ま、あのよくお菓子入って送ってくるんだけどね、あっちから、はい、前あれなんだっけ、羊羹、羊羹タルト、まあ、亀井製菓の羊羹タルト、まずあのね、まずすぎてね、亀井製菓電話しちゃったの彼が、ほんまに羊羹タルトっていうから羊羹風味のあんが入ってるのかなと思ったの。そうじゃないのでしょ、うん、そしたらあんの中に羊羹のね、なんかね、羊羹の羊羹みたいなの、羊羹がシュッて一本入ってるの、タルト、あっちのタルトね、ほら、わかるよ、ロール、うん、よくわかるよ、羊羹入ってるの。俺この世に言ったのも、松山からタルトっていうのは普通のタルトじゃないぞ、うん、何これ、ロールケーキ、違う、あんこ入ってる、これがタルトだ。そうそうそう、とか言って羊羹が入ってる、羊羹入ってるそこに、羊羹の、うん、でしかも、その羊羹が全然羊羹の風味がしないの、色だけ、黄色っぽい、オレンジ色ね、うん、で食べてもだからその全然なんか何のあれもないしさ、うん、あんの風味もないの、あんもまずかったし、側もパッサパサで、そう、側のねロールもねパッサパサなんですよ。で、あまりにびっくりしたから、うん、電話したのよ、亀井製菓が。でこういうのを今いただいたんだけど、うん、これはその期間限定とかそういうものが定番なことで、定番商品でもう20年くらいやってるっつうんだよね。いや、だからそういうのがさ20年も売れてるとこが松山だよね。ないわ、ないわだからさ、あんまりそこにさ、まずかったねとか言うのも不思議だと思ったからさ、非常にユニークな不合いで、もう多分いただかないと思うように感じましたって言ってたけど、お前さ、何つってんの、ちょっとびっくりしてたけどね、向こう、まあ、やっぱり分かんない、うん、だいたいね、あの、ま、夏休みの坊ちゃんってあるでしょ、はい、あれ、松山の悪口を散々書いてる小説ですからね。それをあえてありがたかっていう時点でね、松山氏はね、どうかっていうの、普通だったらね、ふざけのバカってなんだよ、ダメなんだろう、読んだら、うん、ありがたいありがたいで、坊ちゃんスタジアムなって、うん、そうそうそう、悪口書いてながらあんだろう、ずっとほんと喜んでんだからな、ダメですよ、うん、でもさ、わかんないけど、松山って、うん、松山の人なのか、松山ってなのか、愛媛県なのか、四国四県で自分が名手だっていうのを思ってない、四国の首都とか言いますよね。そう、うん、そういうふうに思ってるよね。思ってるっていうか、あの一番でかいっていうくらいのニュアンスで、そんなに思っていないんだ、自覚はしてないんだ。あのね、そんな上から目線はないと思う、ね、あ、ないんだ。で、一番人口が多いくらいの、福島や高知とは違うよって、そういうあれはない、ね、その辺京都特有でしょ、それは。あ、そう、うん、俺はそれ言うんだったら高松だろうと思ってんだけど、実はうん、一番偉いのは、そうそうそう、うん、あの上から見るんだったら高松の気質だろうなっていうふうに思うんだけど、おそらく高松は関西に近いからそういうふうな気質になるんだろうなと。で、いい意味でそういう話を聞いたことがあるんだけど、俺松山ってそんなこと思ってんのかなと思って聞いたん。あのね、四国はね、相当関西に近い、文化的に相当関西に近い、四国全体が。でもさ、うん、徳島香川と愛媛高知なんか違うくない、うん、この2つ2つは。高知だけは違う、愛媛、高知、高松、香川、あ、愛媛一緒なの、一緒一緒、あ、そう、ちっちゃい大阪、高知は全く違うよね、高知は違うね、こっちはもう、うん、どうしようかと思った、大きい、うん、大きいよ、食べちゃって、食べちゃいます、うん、すごい、全然違うからびっくりしたけどね、高知の時、うん、ここは一体何なんだって、高知は、てか日本じゃねえよ、もうあそこまで来ると、そうですね、
日本じゃない飯もうまいしねあそこは飯うまいけどもう国民性があんたらどこの人っていうあれはだから四国でだいぶ色違いますよ特殊だよ、うん、高知はすごい特殊香川徳島高知は全部人口60万なんですよはい全部ね県で全部60万ずつそんな好きしかいないのうんいや、高知あんなでかいからねそういうこと、そういうこと、うん、人口密度が桁違い、うん、あ、そうなんだ、岐阜でも200何十万いる、うん、徳島なんで、だってあの県庁のあたり以外全部山だからねうん、うん、高松もね、飲み屋街すごいちっちゃいでしょちっちゃいものすごいちっちゃい高松の飲み屋街、うん、あんな1ヶ月もいたら全部店行けるぐらいに行けるそうなの、鶴橋ぐらい鶴橋の全然大きいよあ、そうなのそんなにないよ、飲み屋そうなんやないない、何十軒しかないよだからみんな岡山に帰りがあるのそうそう、うん、面白くないもんだってうん、うん、面白くないうーどんばっか食ってね徳島も青鳥が面白くないもんなうん全然高山よりちっちゃいの高山よりちっちゃいよそういう意味では高知が面白いよね高知、うん、面白い高知は面白いよ高知が一番すごいよ味があるねうん人も豪快だしね俺だから一回そこ行きたいんだよオーベルトと狭山ってああ絶対行きたいなあそこいいって聞いたあそこはねあなた方はいいと思うよそう行こうって言ったけど行かないあそこは絶対いいと思うもうねドンピシャレだと思ううん全館テレビ一台もないっていうすごいよあいいねそうなんだ、うん、へテレビを見たい人はうちに来るなうんそういうものから離れたい人が瀬戸を離れてうちに来てくださいっていういいですね行きたいんだよ土佐山そう会社の人がね行ってきてね雰囲気はいいし飯はいいしすごいってよそうなんだ今度行こうよじゃあ、うん、行こうあなた方には抜群だと思うようち子供がいるからね子供が手離れてはいけないんだよね子供を連れていくところじゃないなんかねそんな高くないって聞いたんですよその人からは、まあ、それなりにしますけど、ね、それなりにしますそれなりにしますよそりゃそれに高くないっていうのは要は一泊二食全部合わせるとあ、まあこんなもんだろうっていう値段なんだよ。四国は物価安いからね。物価安いっていう前提で言うと土佐山は高いと思う。でも行く価値は抜群にあるって。そうなんだ。行きたいんだあそこ。いわゆるオーベルジュって名前のつくもので一番行きたいところは土佐山なんだ。西さんもいろいろ知ってますね。いえ、すみません。行きたいだけです。北のホテルも行ったし。北のホテルね。うん、いいですか北のホテルは泊まったことないですよでも北のホテルの朝ごはんは世界一っていうのは分かるような気がするなんかそれ言われて行きたいのに行ってないのって言わないクソうまいですよやっぱりクソうまいですかクソうまいですなんだこれはクソがつくほどうまい、うん、うまいでね雰囲気がいいんですよ中入ってってこうアトリウムっていうかこう吹き抜けになってるところにこう朝ごはん食べるところなんだけど雰囲気いいですよへえ、うん、早起きすれば食いに行けますよ朝ごはんだけ食べに行ったんですかそうよ朝ごはんだけ食べに行くあそこパンめちゃくちゃ美味しいでしょうまいよやだちょっとミキさんずるい。いやずるくない。そういうふうにすりゃいいんだってば。あらを止まれないよ。止まんなくて朝ごはんを食べに行くとか昼ごはん食べに行くとか。それでいいんですよ。あそこってドレスコードあるって聞いたけど嘘ですか。そうですよそんなもん。嘘ですよね。うん、あの別にねアディダスのジャージとかで言ったらさ、うん、お客さんごめんなさいって言われるけど、うん、普通の格好してる分には全然いい。こういう格好でもいいんですか。こういう格好全然いいすいません本当に素晴らしくて全然いいですこういう格好で。ドレスコードなんかちゃんとおかしいよ。うん。ドレスコードが必要な時はそう書きますよドレスコードありってうん、なんかパーティーに行くと、うん、どうしたのこのサイエンスってこれ持って帰っていいから読んだらいいよ出た食欲、うん、これすごく勉強になる食欲テーマのねでもそれ読んでもなんかスナック菓子食ってるよねあなたそれはそれこれはこれなんだよパワフルだよこれ面白いわ、うん、これ読んだらいいですよゲッ食欲の暴走薬物依存に通じるメカニズムが食欲にあるエントロピーが出るってこと、うん、結局エントロピーは関係ないですね何なんですかあのマウスの実験であの、はい、通常の餌を与えてると、はい、電気ショック生命の危険を与えると食べるのやめるんですよで、ま、マウスに薬物を依存させると電気ショックを与えてもその薬物から逃げないので取り続けるでジャンクフードああそういうことねジャンクはね、うん一緒なの一緒だろうね電気ショックあっても食べ続けるマウスがそういう風にできてるもんだってだから体力中枢を刺激しすぎる、はいはいはい、そうかやっぱスナック菓子食べちゃうもんなスナック菓子とかマクドナルドとか常習性があるんです、うん、この辺は、うん、すごいありますだってそういう風に作ってんだから商売のために、まあ、マクドは断ち切りましたけどね私さすがに偉いですだからタバコと一緒ですよタバコとだってあれ腐らないって聞いたらもう食えないですよもうね本当に
しゃあないですね、しゃあないから。で、あとこれの面白い、まあ、これ持って帰っていいですけど、はいはい、あの面白いのは、はい、味覚のからくりっていうのは複雑でね、はい、あの一流のソムリエでも食紅に垂らした白ワイン飲ませると赤だって生きる言ってたね、前。だからうまいってものもいろんな北のホテルの飯をさ、だからなんか神戸のガード下で食っても多分美味しくないんですよ。うん、そうだよ、うん、そのね、食べ物の美味しさとかっていうのは誰とどこで食べるかっていう方が何を食うかよりも大きいと僕は思ってるぐらいよ。だから多分ね、十字と食うと飯が美味しくないんですよ。そうそう、十字と食べると美味しい。だからリアクションパブシゲとかやったら絶対繁盛する。関係ない、いるだけでうまいし、多分ね、この辺のものとか大したことないんですよ、うん、大したことない、いるだけでうまくなっちゃう。なんかね、11は普通にチ、ね、ポテチ出しただけでみんなうまいって。ただね、うん、別に僕自分がどうこうって言うつもりはあんまりないんですけど、高校生の時にあの部活でジーパンでポルネーガ見に行った。部活とジーパンでポルネーガ関係ない。高校生の時高校生の時では女だから、ジーパンでこの映画見に行って、バカって、ジャージでいいかなって、ともかく。そんな話はどうでもいい。女子がする話じゃない。ちなみに。ね、そりゃ、うん。そう、サークルで合宿行った時に、顧問に言われたんだね。みんなで昼飯食いに入ったのよ。で、みんなが親子丼とか適当に言ってたんだけど、俺、カツ丼って言ったのかな、確かカツ丼って言ったのかな。で、俺のテーブルはカツ丼俺仕事だったんだよ。そしたら、やっぱカツ丼すればよかったって顧問が言ったの、うん、で、なんでって、じゃあ食べますって言ったら、いいよミックン食べててうまそう見えんだよって言われた、うん、うん、どうもそうらしい。そう、ミックさん食べてると美味しそうに、そう、僕が食べてると美味しそうに見えるんだって。カツ丼がうまいかどうかなんか知ったことじゃないんだって、その人に言わせると、うん、って言われた、うん、それはある。へえ、そうなんだって。だから偉いとかなんもないんですけど、面取りしてるってのはいいと思うよね。重鎮食うときだけね。いやーすごいっすよ、面取りなんて。剣道でもしないの、面取り、ね、いや、剣道の面取り全然違うじゃん。何のサークルですか、はい、何のサークルですか。これの映画サークル、これの映画サークルないよ。高校の学校ね、うん、公認のポルノ映画サークルないです。だって楽生なんでしょ。楽生って別に楽しろって意味じゃないよ。本当に生を楽しむって書くんでしょ、楽生。ああ、なるほどね。あのさ、両方違うよ。どっち買うんだよ普通。うん、サークル何だったんですか。僕のサークルって言うと笑われちゃうんですけど、うん、ESS なんです僕そのサークル。うん、笑うわ。うん、英語喋れないのね。ESS なんです。うん、そう。ESS ってのはエロいセコい。しょうもない。エロいセコいしげる。エロいセコいしょうもない。青。ちゃうわ。無理やりいいな。あのね、僕はあの演劇がしたかったんで、演劇部と ESS で入って、で ESS もプレイフェスティバルってのが年に2回あるんですよ。英語劇の催しが。その時に僕、あの演出とか監督とか若いだって、たまには出ろって言われたんだけど、英語覚えられないから出ないって言って。うん、そう。変な部員だったはずなんだよ、ESS で。うん、いや、どこ行っても変ですよ。どこ行っても変ですよ。どこでもいいんだろうな。うん、だから本当に、まあね、あ、演雑でも変だったしね。うん、でも今から思うと、あ、演雑って変な曲いっぱいいたからね。変な曲ばっかりでしたよね。そう、どっちかというと変な曲ばっかりだったと、うん、まともな人の方が少ないです。すごい少ないよね。中田さんとか言うとびっくりするよね。うん、中田さんちょっと異質でしたよね。異質だよ。普通は中田さんみたいな人が多いはずなのに、中田さんが異質ってことはよほど変なんだ。何なんですか、なんであんな変な人ばっか来るんですかね。それはやっぱりマスターの人柄だと思うよ。あ、マスターの人柄か、うん、そうだよ。そうか、うん、やっぱりありえない人種結構いたもんね。うん、うん、ありえないですね。うん、俺とアペッチがいるところに来たっていうのもな、本当に申し訳ないよな。うん、申し訳ない。ちょっとはなんか遠慮があって言ったのに、こんな上から思いっきり 100% 回数かぶされると。って、だっ
だってあの日帰ろうかと思ったもん私。いやそうだよね言ってたもんね、うん、なんかもうすごい声が外まで聞こえてきてガーハーダーハーっておかしいよね。やめちょこうかしらでもちょっともうせっかく来たからもと思って入ったらいたんです。いたよね。明らかにクラシック聴く人種の声じゃない声が聞こえてきたんですその時。俺にはそれ全くもっとそうだな、うん、俺だな。そうなんですよ、うん、クラシック聴く人種今日はちょっと入ったらやばいかなと思ってね、うん、だってクラシック聴く人種はそもそもないからなそう見られないしなどこ行っても。で、そういうとこと全然違うとこに行ってクラシック聴くんですよって言ったらどう言われます。みんな嘘だって言われます。あそうなんだ、うん、もう今は有名になってからクラシック聴くんだよねってでもまだ信じられないってよく言われるもん。うん、ただ何人かが挑んできて100倍返しされてるから、うん、もう言ってはこないけどねわけわかんないことは、うん、いるんで上から来るやつがたまにいますねたまに。あセルとか知ってるとか言ってえって知ってますよ。あみっくんセルとか知ってんだみたいな。もう一回上から来やがったなこいつなると100倍返すもんそうすると誰も話来なくなるんだけど別に、うん、それは別にいいんですけど、うん、俺も少しはバイオリンやったことあるんだよねみたいなこと言うやついるんだよね、うん、いるんですか。いるんだよ。へえってそうすると博士太郎までなんでねどうも話がバイオリンの、うん、んってそうかクライズラーカンパニーとか好きだったんですかえなんですかっていや、いいですよ。クライスラーもご存じない。あ、そうですか。わかりました。いや、もう結構です、もう、本当に。ワインダッツで一回クライスラーの話になって、みんなでクライスラーの話をしてたら、はい、なんか一人だけ、えっていう顔したおっさんがいて、おかしいな、おかしいなって顔してるんですよ。うん、そういうことで、あ、違うんですね、とか言い出して、その人はクライスラーカンパニーと思ってたんです。すごいね。うん。うん、まあ、世間一般的にはそうなんですけど、ワインダッツに来てはすごいな。うん。じゃあ多分まっちゃんが連れてきたお客さん、まっちゃんのお客さんそういう人いるじゃないですか。たまにたまにっていうかまあ大体、うん、まっちゃんはだって女にモテたいからピアノ弾くってすごい、ね、そうですよね、うん、すごいよ、まあ、あれはあれで振り切れてるからすごいけどね、うん、あれはすごい、うん、まっちゃんとかありえないよ。何やってんだ俺。ありえないですよねあの人。ありえないよ、うんうん、まっちゃんとあのエロ弁護士はありえないよ。あの二人エロ弁護士もいましたねそういえば。いたろ、うん、昨日も AV 嬢と飲んでたんだよ。意味わかんない。AV を本当に飲むんですか AV 嬢と。だって AV 嬢の、うん、その AV 嬢っていうのはね基本的に当然体を売るわけですから、うん、精神的には不安定なんですよ、うん、当たり前だよね、うん、でいろんな相談事があって法律に関わるようなこともあってただその AV 嬢の間では彼がこう何かあった時に何とか先生に聞きなって言われてる。まあ狭いじゃない。だって例えばこういうところに飲みに来てよ、うんね、あなたの友達が私 AV に出てんのってならないじゃん、うん、ってことは AV のお友達は AV のお友達で固まるしかないでしょ、うんうん、そうすると今付き合ってるところとんでもないやつで切りたいんだけど暴力振るわれてみたいな話になったら何とか先生に相談しろよってこうなるわけよ。だから駆け込みで何になってるわけ AV 上のそうで AV 上との悩みを聞いたってよく言ってんだけど AV 上だから悩みを打ち明けたらやっちゃうわけよ お父さん、うん、もういいでしょ別にみたいな、まあ減るもんじゃなしみたいな、だぞお前もう出てやってんだろみたいな話だからもうむちゃくちゃなんで話聞いてると、うん、大丈夫ですか、ね、まあな金持ってねえしなもうしょうがないよなそれしかなみたいなはあってもう異常だからあの二人だけ相手だって話してること異常なのよ。うんおだから俺なんか全然正常だと思ったけど異常ですかやっぱり。いやまあ同じような感じ同じような全然同じじゃない同じじゃない和歌山の臭いおじさんと同じようなねえ変だというのは和歌山の臭いおじさんと同じぐらいですね。あれと同じぐらいなんですかマジでそうかまあね、まあ、とこそう考えると変な人ばっかりですね。そうや変な人ばっかりなのいやだから私言ったでしょ勝負さんにね、うん、私一番アイザスの客の中で変わってますかって言ったら辻さんは一番まともですって言われるもんね。そうだよあなたとあなたはレギュラーガイド集の中で相当真面目とまともな方だよ中田さんはたまにしか来ないんだ。そうですよね年に1回か2回のゲストガイド集だからいやこの店おかしいわと思いました。いやいやいや、うん、まともですよまともそう、うん、
ヒーラー。まあな、彼の功績は唯一これだけだからな。うん、あの店がやっぱサロン的な存在であったっていうところが、うんうん、ねえ阿部ちゃんさ、はい、和歌山の臭いおじさんとは最近は全然やりとりないんですか？全然ないですよ。全然ないんだ、うん、そうか、じゃあ何してるかもわかんないんだね。なんで？いやいや、今この配信になったから。なんか長谷川さんのことおかけしてない？そう、おかけしてたのに、時へ彼女が21の時にへあの、だから最初話してたんですよ、こっちで草内さんのね。で、そんな人がいるのよって話盛り上がってて、で、あの、ひとみさんって言うんだけど、なんて言ったらえ、ひとみさんとか言われて知ってるとか言うのよ。21の時にマイウェイって弾いてた時に来て、お客さんで来てて、いつも一番あのピアノに近い席あるじゃないですか、そこ座ってなんか偉そうにして姉ちゃんあれ弾いてやみたいな感じで、でもすっごい臭いとか言ってで、なんか待ち伏せされたりとかしてたこれ出来すぎな話だけど、そうなんだ。うん、みたい。すごいね、ひとみさん、さすがだよな。さすがだ、さすが石戸ちゃんだ。石戸さんと最後に会話したのって、ミカ聞きましたよマスターから、うん、何フィガロの話って、いやいやいいからってそれが最後の会話だったな、うん、いいじゃないですかそんな話もどうでもって、今度聞かせてくださいね、また今度ねって言ったのが最後。石戸さんも知ってんだ知ってるよ、翔さんが話したから全部。あの人さ、あの人口軽いですよね、何でも言っちゃう。そう、翔さん、石富さんに全部話したらしい。で、俺が遅れて行ったら石富さんが出るとこだったんだよ。石富さん早いからさ、見せてるの、うん、うん、また今度とか言ってた。ひどい。石富さんのこと、石富さんの前でね、好きですよって言わされたんですよ。なんかね、うん、あのアインザッツにレコードプレイヤー置きましょうよみたいなことを言い出した人がいて、うん、なんかちょっとレトロ調になったさ、変な、よくテレビ通販で出るような変なやつあるじゃないですかあんなんでいいじゃない、あんなん置こうよ置こうよみたいな、あのおとぎ箱みたいなやつ、ね、そう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 、うんうん、あれを、あれ買っておこうよとかって言い出した人がいて、うん、そんなん買えないですよって言ったら、ひとみさんに買ってもらったらいいじゃないですかとかっていう話になって、うんうん、あ、多分ね、あの辻さんが石戸さんに好きですよって言ったら買ってくれますよって誰か言った人がいて、うん、なんか仕方ないから石戸さん好きですって言わされたんだけど、でも買ってくれなかったの。買ってくれなかった。なんなんだお前はよ詰めればいいの、うん、好きです代返せみたいな好きでもないのは好きです。そうです、ちょっと金返してもらわないといけないですよ ね、うん、アホい話がそして奥山さんどうなっちゃったんでしょうね。知らない、見たことないですか一回も。全然見たことないんだよその奥山さん。まっちゃんのお友達ですよ。全然知らない。いや、あの、もしかしたら見たらわかるかもしれないんだけど、うん、うん、俺わかんないんだよねその人が誰なのか、どういう人なのか。うーん、あ、この人かって会えばわかるかもしれないけど、失踪したんだよね。うん、うん、だからその横山さん横山さんというか、俺横ちゃんと一緒になっちゃうね。うん、うん、でもあの人失踪してないよ、フェイスブック毎日のように更新してるし、うん、細かいよこの人って思うけど、うん、木村さんと仲良かった、あの自殺した木村、うん、あ、そう、同じ、まあ、伊丹とサンダーで近いからかな、なんか分かんないけど、木村さんとは仲良かったんじゃないか、仲良いってことでもないけど、まあ、よく知ってた、うん、ごめんね、およなんか、なんか、なんでちょっと、はい、サンダーだったんだよ、ごめん、サンダー、サンダーですね。あ、そうだ、もう嘘みたいな話なんですけど、思い出しました、今ん、うん、今日聞いてかんなきゃいけないかったことが一つあって、ウィーンってどこにあるんだ。あー、たぬき工事、
札幌のどこ。2月の上旬に札幌に出張するんですよ僕。だからぜひね、絶賛してるウィーンには行ってみたいんですよ。どこってだって札幌わかんないから何とも行けないんだけど。どうやって行ったの。歩いてたらたまたま出たんですよ、ダンク工事。そんな街中にあんのってことは、な、外れだったらたまたま歩いて出てこないじゃん情報。でも街中は中だよね。うん、ネットで出るよ。なんかアーケード街みたいなとこにあったよね、うん、アーケードの中中だったっけあれ。アーケードの一番もう端っこの方に端っこだったよね、ウィーンね。わかりました、うん、でもね、トイレボトペンですよ。まともにボトペンです。まともに、うん、推薦が来てないんだ。来てない、あの推薦来てないけど、トイレだけなあの水流れるとこあるじゃないですか。はいはいはい。あんなんじゃないの、まともにボトペンだったんですよ。マジっすか、うん、私あれはあのあれは無理と思いましたもん。無理だよね。無理無理。へえ。なんかすすきのの方ですよ。そう、ついでに寄ったらいいじゃないですか、いろんなところ。いやいや、好きなのは行くんですけど、当然下野さんも一緒なんで。なんかさ、どっかの野球の選手がすすきのはお姉ちゃんの質がものすごくいいって聞いたんですけど、そうなんですか。はい、そうですね。やっぱりそうなんだ、はい、よく知ってますね、うん、いや、すすきのはもう、さ、すごいですよ。美人なんですか、お姉ちゃんが。そんなこともないし、ただ若い子が多いだけです。で、北海道の気質で開放的なんですよ、他のことやっぱり。そうなんだ、うん、それと、あの性風俗というか、その飲み屋の風俗のあり方が革新的なんですよ。どういう風に。女の人にあんまり話す話じゃないんですけど、と言いながらいろいろ聞いてますからいいですよ、うん、例えばさ、別にやんないからなんかやるんですか。やんないからって言ったら、はいはい、例えば女の人、俺が女の人であなた男の人だとするでしょ、はいはい、普通さ、いらっしゃいませってこうやってつくじゃん、はい、こうやってつくじゃん、うん、こうやってよろしくってこう、これが普通なんです、うん、で、ここがこう密着するとはないんですけど、札幌はこうやって足入れるんですよ、ここにこうやって。えぇ、ー、嘘。これでいらっしゃいませなんです。嘘。ほんと、これがいらっしゃいませ、札幌の飲み屋の。いきなりですか。そう、最初もうファーストコンタクトが違う、密着度といい。それでみんな感動するんだよ、他から来た人は。みんなそれをその一瞬で陥落するの。入って誰もがそうする。そう、入って1分2分で陥落するんだから、札幌初めて来たって人は。言わないからってやりましたけど。うん、で、だからやるってやってないじゃないですか、そんなもん置いただけじゃないですか。いや、で、その、なんていうのかな、綺麗とか若いとかっていうのはそれで欲目で5倍10倍に見えるってだけだと思うよ俺。実際に若かったり実際に可愛かったりするっていうよりも、いきなり入った途端に足乗せてくれたっていうところで、わあもう奥さんに言えないみたいな雰囲気になっちゃうわけよ。別に北新地とかで銀座で飲んでても女の人がいる店に行ったよって言ったって何もこうやましいところがないじゃないですか。だから言えるんだけど、さすがにすすきのは言えねえなみたいな風になるっていうのはそういうことです。その言えない感じがまたいいんですか。そりゃそうでしょ、うん、よく分からんけど。いや、それは女の人はよく分かんないですよ、うん、だって男でもう大体そういう店行くのって2軒目以降ですから、そもそも酔っ払ってるわけですよ。酔っ払ってて自分より年下の下手すりゃ娘のあるいは娘以下ぐらいの女の子が横に来てこんばんはって自分の足の上に足乗っけてくれたら、もうそれで OK ですよそれ、うん、ああ今日はいいとこ連れてきていただきましたってこうなるんだ。うん、でもしょうがないですね。逆にそんなにいきなりされて引く人とかいないんですか。この人はそうだね、まあ、だからそういう人は鼻から行かないじゃないですか。そうよ、うん、いやいや、彼はそういうビジネスマンを今やってないから行かないけど、そういうビジネスマンにこういう人がいたら行きますよ、仕事の流れで。うん、ムッとしちゃいますよね。ちなみに僕は仕事でもムッとしたことあります。僕外人嫌いなんですよ。できないんですよ。外人嫌いですか。できないんです。外人バーいて、うん、僕、スポンサーの前でムッとすんなって言われたもん。いやいや、全然怒ってないですよ。あのさん、怒んないでないよ。え、怒ってないです、怒ってないです。全然怒ってますよね、って。ダメなのよ。匂いが、西洋人がダメ。そう、匂いがきつくて、自分より年上で、肌のキメが荒くて、タバコ吸う女、全部だから。あ、そうなんだ。このロシア人全部だ。180ぐらいあって、もうあの、なんていうのかな、ニューロンが見えそうなぐらい肌がこうガサガサで。外人肌汚いですよね。うん、で、なおかつ体臭が臭くて、うん、うん、もう全然ダメ。へ
で、タバコブカブカ吸って、いやもう無理、早く出たい、早く出たい。オーラ、え、何飲みますか、何でもビールでいいか、何でもいい、ビール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 、怒ってる、怒ってる、怒ってない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 から喋りかけんなっていうもんだから、余計向こうこうやって吸い始めて、くせえな、嫌い、タバコ嫌い、嫌いじゃん、お前もタバコもできるなんこんなん言うんですか、やる、やる、聞こえないような声で、そいつだけに聞こえる声で、え、兄さん楽しんでねとか、あー大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、ビリ大丈夫です、絶対怒ってるよねとか言うから、え、大丈夫ですよ。そしたらうちの上司が、いや、ミキはね、外人が嫌いですのを聞くのが好きですからね、そういう意味では真逆ですから、しょうがないですよ、っていう、うん、何人が一番嫌ですか、ロシア系だろうね、うん、白人の偉そうにしてるのが一番ダメだな、ロシア人が偉そうですか、一番ロシア人が偉そうだな、っていうか、そうなんだ、あんまいないもん。例えば、イギリス、フランス、ドイツが日本に来て、そういう接待業に来たら、日本のことを本当に下に見てるから、そんなところには来ない。で、旧東系は国が貧しいから来るんですよ。で、ルーマニアとかっていうのはすごいいいって話を聞くんだけど、あれ行ったことないわからない。お話の途中ですか、はい、これね、はい、ただ炒めただけの牛肉、はい、これね、はい、高山の飛騨清水ソース、清水ソース、高山のソース、それ振らなくていいの、え、振るんすか、こずんでるよね、これね、はい、ただ炒めただけ、これ、はい、これをね、ただかけるだけっていうか、炒めるときにかけるんじゃなくて、もう炒めたものにかけるでいい、うん、方がいいですね、あ、まあ、その方がまあそう揮発しないし、ね、そんなかけるんですか、先輩、お、混ぜて食べてみて、混ぜて食べてみて、いや食べるけど、うん、混ぜた方がいいの、まあまあ別に、あの、ソース食べてみて、はいはい、泣くよ、泣く、泣くよ、泣くよ、こいつ平安京ぐらい泣く、うん、マジっすか、かけただけ、これをかけただけ、これたっぷりつけた方がいいっすか、うん、まあ、そんなつけなくてもいい、こんなつけなくてもいい、うん、あんたいっぱいかけたからいっぱいつけたら、うん、ちょっとこれ、はい、これ雑に作る、はいはい、これデミグラスソースみたいだね、うん、うん、普通のウスターソースなの、普通に売ってるのか、高山行ったら、へー、うまいっしょ、うん、美味しい美味しい、これマツコがね、泣いてたの、これこれ飲めるって飲めるぐらいのソースだ、それがこれが、うん、でも美味しいね、これ美味しいでしょ、デミグラみたいだ、うん、うん、これね、カレーにかけたらめっちゃ美味しい、はぁ、ロシア人が一番肌汚いですか、わかんないです、僕ね、で俺はあなたにこういう話をしてんの、おかしいっしょ、っやっぱりミキさんの持ちネタって言ったら、いやいやいや、おかしい、それもおかしいんだけど、女の人にこんな話ばかりしてるのもどうかと思うんですが、僕ね、外人さんとしたことって、あの、韓国人一人しかないんですよ、そうなんですか、はい、なんで要は西洋人、白人、黒人ないんです、だから分かんないんですよ、どの程度肌が汚いのかとか臭いのかとか、もっと言うと興味も湧かないんで、したことない、そこまで行かない、そもそも行かない、ただでやらせてるって言われても、いらないって、帰れっていうぐらい嫌なんです、ミキさんでもダメな女っているんだ、うるさいよ、お前はダメなんですよ、基本、うん、なんで分かんないです、どの程度で、ロシアが一番汚いかって言われたって、いやいやいや、例えばスペインの方が汚いとかかもしれないけど、分かんないです、はい、分かりません、ただし、キメが一番細かいのは欧食人種だっていうのは、これはもうそうだし、まあ、それはそうですよね、はい、だから日本人の女性がアメリカとか欧米セレブにモテるっていうのは、あまりにもキメが綺麗で、美しいかどうかっていうのが西洋人の美意識があるんだけども、可愛らしいからですね、やっぱり小さくて、うん、向こうでかいじゃないですか、なんだかんだ、でかいですよね、キャメロン・ディアスとかって美人かもしれないけど、でかいじゃないですか、でああいうのはいないわけですよ、でかいっつったって松島奈々子とか限界なわけで、向こうからすると小さいわけですよ、うん、分かんないです全然、ただそういう店があるんですよ、新地にもあるんですか、うん、北欧館っていう有名な店が、そうなんだ、うん、ベラルーシとかそのロシア系から来てるの、へー、もう好きなおじさんいるんですけど、絶対行きたくない、金もらっても行きたくない、金払うなんてありえない、うん、
俺金もらっても行きたくないんだな。ベラルーシって北欧なんですか。ベラルーシってだから旧ロシア系で、ソビエト系でしょみんな、うんうん、だからなんていうのかな、やっぱり国があのそんなに豊かじゃないと女の人は手っ取り早いことで言うとそういうので稼ぐからさ、うん、美人さんだったりすると日本に来てね、そういうので働くってなるんだけど、ダメです。うち外人ダメなんだって。外人ダメ。ダメだよ。ダメだよ、全然ダメ。肌が汚くてね、でかくてね、うん、偉そうにタバコ吸ってね、臭いからダメなんだって。外人臭いですね。確かに、うん、外人がたくさん乗ってる飛行機乗ると分かるもん。こっちすごい、あまりに臭いが、うん、いや、さっきちょっとあのそうそう、はい、さっきジュチにセクハラされたからね。おいセクハラなのかよ。これ全部撮ってますよ。はい、そう、こっちでやったか。